どうも皆さん、おはこんばんちょは、大高実況の大ちゃんです。はい、というわけで、青逃げ5の新要素、来ましたね。よっとぜ。まあ、時間内に5回、青逃げ5をすることによって、まあ、レアスキンだったりとか、まあ、ペットとか、あとは、ジェムとかがね、ルーレットを回せる。その、スキンとかペットとかジェムが当たるルーレットが1回回せる。5回青逃げ5することにね。っていうね、要素が、素晴らしい機能が増えました。よっとぜー。でね、うん、今までのね、青逃げ5は、まあ、ただやるだけで、なんつうんだろうな。なんか目標というか、チャレンジ、普通の青逃げサバイバルの方ではなんかチャレンジあるじゃないですか。青逃げするとか20位以内に入賞する、デイリーですね。あとはマッチングを3回以上するとか、あとは宝箱を10個以上あげるとか、そういうさ、具体的なチャレンジっていうのが青逃げ5なかったんですけど、まあ、これのおかげでね、目標というか、チャレンジの代替品っていうのができたんじゃないかなと思います。でね、今まではね、ほんとただやるだけだった。ほんとに。ただ青逃げ5やったら、青逃げ5するか、逃げ出すか、脱出するか、みたいな。それでね、まあ、ね、やるだけだったんだけど、これでね、目標ができることによってね、青逃げ5をやる、なんつうんだろうな、目標というか、がね、さらに増えたのかなと思います。すごく楽しみになりました、青逃げ5。けど怒ってます、僕。ごめんなさい、言い過ぎてますね。はい、ごめんなさい。まあ、これさすがに言い過ぎですけど、まあけど理由がございまして、このモードっていうのは、まあしっかりマッチングしない時があるのよ。はい。まあ、4人とか3人とかで、はい。まずそれをどうにかしてって俺は思う。マジで。まあ、新機能を追加してくれるのは本当ありがとうございます。だけど、もっと未然に改善しなければいけない問題っていうのがあると思うんですよ。本当にさ、結構あるんよね。このまあアップデートが来て、やってても、やっぱり4人マッチもあるし、うん。ねえ、3人マッチもありましたね。あと、なんかマッチングしたら、2人ピュンって、なんつうんだろう、黒くなっちゃって、消えちゃった、みたいなこともね、はい、ございました。はい。ねえ、これをね、まずどうにかしてほしいなーっていうのが、まあ、なんつうんだろうな、まあ、ボットでもいいから、まあ、4人でマッチングしちゃったら、まあ、ボットでもいいから5人にする。それが、4人マッチングになっちゃったら、そのマッチングを取り消すみたいな。そういうね、まあ、ほんと、そういうね、機能が追加してもらえないでしょうかね、と、僕は思ってます。だから、ちょっと僕は、怒ってます。はい。ちょっと怒ってる。ねえ、で、このルーレットの、このね、青逃げ5、5回することによって、ルーレットが回せるっていう、ルーレットの誕生のおかげで、より、青逃げ5の、なんつうんだろう、重要性というか、青逃げ5をしなきゃいけない。時間制限内に青逃げ5をしなきゃいけないっていう、重要性が上がったんですよ。上がったん。ね。まあ、だから、それによって、まあ、4人マッチとか3人マッチとか、になったら、正直、萎えます。はい。うわ。うわ、マジか、マッチング4人マッチかよ、つんで。で、大体、4人マッチとかになっちゃうと、みんな抜けます、なんか。ピーつって、みんな抜けちゃう。抜けちゃいます、はい。ね、気持ちはわかる、正直。それはね、仕方ない。だって、ね、時間制限もあるし、ね、まあ、そう、どっちかっつうと、やっぱり5人でマッチして、ね、しっかり5人に逃げた方が、もらえるジェムも多いし、それはもう正直抜けるのは仕方ないと思います。はい。まあ俺もね、抜けれるんだったら抜けたいけど、やっぱりこの名前でやってる以上、ちょっとそういうことはね、なんかあんまりしたくないというか、そういうプレイは、ちょっとやめようかなとは思ってます。はい。まあね、他の人たちがもう本当にやる気がなくてみんな死んじゃったとかそういうのだったらもう自分も、ね、それに時間ね、まあ伸ばすとあれなんで、まあそれに従って死んだりもしますけどね。あとはね、あと、そうそう、あと、途中でさ、抜けちゃう時とかあるじゃん。俺もさ、結構落とされんの。いや、あと脱出するだけだと思ったら、なんかいきなりピチーンってなんかエラーです。まあ、エラー、マイナス4、なんとか、これなんとかなんとかみたいな英語が書いてあって。いや、それもね、まあ、どっちが、まあ、うちの、なんつうんだろう、うちの Wi-Fi が悪いんかもしんないし、
まあ、もしかしたらその青鬼5、青鬼オンライン側さんのサーバーがちょっとおかしい。まあ、どっちが問題で、そのエラーで抜けちゃうっていうのがわからないけど、でも結構やっぱ落とされる。だからまあ、途中とかでなんか消えちゃった人とか、まあ正直仕方ないなと。まあ初めに、まあ普通にね、死亡とかじゃなくて普通に抜けちゃってる人は、まあ、恋でね、大体ね、恋か恋じゃないか大体わかる。なんか止まってるもん、みんな。止まっちゃってたりするから、まあね、通信状況とかね、そういうのにもよるんだと思うけど、うん。まあ、それも本当仕方ないことだって、通信状態なんてさ、荒れる時だってあるしさ、まあね、その回線が混み合ってたりするとね、もうなんかどうしようもない時もあるから、これはもう本当に仕方ない。けど、その抜けちゃった分、だって青逃げ5の、その青逃げ5ができないんで、もういないんだから。復活させらんないんだから、そう。うん、だからね、その、なんつうんだろうな、うん、まあ、贅沢言っちゃえばね、そこの補填というか、ね、まあ、その、青逃げ5できないけど、なんか、ちょっとプラスアルファ何かあげるよ、みたいな、ことをしてくれたら嬉しいなとは思います。うん。ねえ、まあ、俺が言いたいことわかるでしょ、みんなも。うん、てか、わかってほしい。ねえ、まずね、ほんと、新しい機能、本当に、ありがとうございます。マジで、楽しませてもらいます、これは、本当に。正直ね、今月、ちょっとレインボーランク、今まだレインボーランク維持してるんですけど、レインボーランクちょっと目指しておりまして、ね、縁が欲しいんで、レインボーランクの縁が欲しいんで、めちゃめちゃ頑張ってるんですけど、ね、それで新しい機能も増やしてもらってね、もうより、なんつうんだろう、何回も何回もアーニング5やろうっていう気持ちになれました。だけど、それ以前にちょっとね、改善すべき点というものがあると思いますんで、どうにか頑張っていただければと思います。すいません、わがまま言っちゃって申し訳ないんですけど、ね、怒ってるって言いましたけど、ごめんなさい、怒ってないです。パフォーマンスです、ごめんなさい。うん。正直怒ってない。本当にありがたいことしかなりません。だって遊ばせてもらってんだもん、本当に。ただで、ね。ただで遊ばせてもらってんのに、そんな文句言うことは全然ございません。ね。ただ、そういうことを申しちゃったら、まあ、優先的に開発人がね、開発人の方がやっていただければ、すごい嬉しいなと思いますんで、よろしく、これからもよろしくお願いいたします。では皆さん、またお会いしましょう。じゃあの。